ジェファーソン軍は、アメリカ合衆国ウェストバージニア州の東端、東パンハンドル部に位置する軍である。2010年国勢調査で、の人口は53,498万 3, 人であり、2000年の42,190万 2, 人から26.8%増加した。軍庁所在地は、チャールズタウン市であり、同軍で人口最大の都市でもある。 ジェファーソン軍は1801年に設立された。ワシントン大都市圏に属している。ジェファーソン軍は1801年にバークレー軍から分離して設立され、軍名はアメリカ独立宣言を寄稿したものであり、第三代アメリカ合衆国大統領になったトーマス・ジェファーソンにちなんで名付けられた。バージニア州にはそれ以前にジェファーソン軍があったが、ケンタッキー州が作られた時に、 そこに含まれた。バージニア州の記録には、1780年から1792年までのジェファーソン軍と1801年から1863年までのジェファーソン軍が残されている。どちらも現在のバージニア州には残っておらず、州の英雄であるジェファーソンの名前を冠した軍はない。1859年10月、奴隷制度廃止運動家のジョン・ブラウンが、 ハーパーズフェリーの連邦軍武器庫を襲った後、ジェファーソン軍庁舎がその裁判の舞台になった。陸軍大佐ロバート・ E リー、中尉の J.E.B. スチュアート及びイズライル・グリーンの指揮下で90名ほどの海兵がこの反乱を鎮圧した。ブラウンは殺人、バージニア州に対する反逆及び奴隷の反乱を策謀した罪で死刑を宣告された。 1859年12月2日、ブラウンはチャールズタウンの監獄からすぐの広場に連れ出され、公主刑に処された。ブラウンの処刑の監修の中に、バージニア州知事、ヘンリー・エイ・ワイズが、ウィリアム・ギルハム少佐とストーンウォール、ジャクソン少佐の監督下に派遣した、バージニア士官学校の士官候補生1500人が、いた。また、リッチモンド民兵中隊の中には、 ジョン・ウィルクス・ブースがいた。南北戦争の間、両軍の前線がシェ・ナンドー・バレーを行ったり来たりしたので、ジェファーソン軍は多くの戦闘の舞台になった。チャールズタウンなど、軍内のいくつかの町は何度も、その支配する軍が入れ替わった。ジェファーソン軍は現在ウェストバージニア州に入っている、軍の中で奴隷解放宣言の実行を免れなかった、唯一の軍である。 バークレー軍のほか、ウェストバージニア州に含められた48軍は対象とならなかった。軍内の奴隷は1863年1月1日に法的に自由とされた。バークレー軍とジェファーソン軍は1861年5月23日にバージニア州の連邦脱退を問うた住民投票で脱退に賛成していた。しかし、ポトマック川沿い、シェナンドをバレーにある軍は、 ウェストバージニア州設立を目指す政府に同意し、1863年にはウェストバージニア州への併合について住民投票で賛成した。ただし、この投票は北軍の占領下に行われ疑問が残った。バージニア州は戦後にこれを無効化しようとしたが、現在もこれらの軍はウェストバージニア州に留まっている。新州を作ることについて合憲性が アメリカ合衆国最高裁判所で争われた。ウェストバージニア州への併合についての住民、投票日に南軍に従軍して地元にいなかった者たちが戻って、来た時、ウェストバージニア州への遺憾を認めようとしなかった。バージニア州議会は、脱退条例を撤廃し、1866年には、ウェストバージニア州に対して、これらの軍が、 バージニア州に属することを宣言する要訴訟を起こした。一方で、連邦議会は1866年3月10日に遺憾を承認する行動決議を通した。1871年、アメリカ合衆国最高裁判所は、このバージニア州対ウェストバージニア州事件について、バークレー軍とジェファーソン軍を含め、ウェストバージニア州のバージニア州からの分離を支持する。 判決を下した近年、ウェストバージニア州東パンハンドル部の特定軍がバージニア州に復帰する可能性について真剣に話し合われてきた。この動きは経済状態の悪化に不満を抱き、また、チャールストンのウェストバージニア州政府から無視されているとみなすこともあって、少なくともいくらかの動機を得てきた。2011年、 ウェストバージニア州下院議員のラリー・カンプは、モーガン、バークレイ、ジェファーソン各軍が、バージニア州に復帰するかを住民投票に問う議案を提案した。1896年10月、ジェファーソン軍は、田園部郵便無料配達を始めた、国内初の軍になった。バージニア州、ウェストバージニア州、メリーランド州の宗教が出会うトリプルポイント、 ハーパーズフェリーの東、ポトマック川沿いにあり、ウェストバージニア州の標高最低地点である、アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は212平方マイルであり、このうち陸地210平方マイル、水域は2平方マイルで、水域率は0.96%である。ジョン・デンバーのヒット曲、故郷へ帰りたいに歌われる、ブルーリッジ山脈としてバレーがあることで、 ジェファーソン軍は州内唯一の軍である。州内の標高最低地点は、軍内のハーパーズフェリーの東、ポトマック川沿いにあり、ポトマック川はそこからメリーランド州内に流れている。軍は5つの管理地区に分割されている。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。